スバル新型インプレッサ G4 セダンフルモデルチェンジ新世代プラットフォーム SGP 採用アイサイト VR3 とスバル初歩行者保護エアバッグ全車標準装備2016年10月13日発売。スバルは新型のインプレッサのフルモデルチェンジを2016年10月13日に発売を開始する。第44回東京モーターショー2010の10月30日から11月8日にてスバルインプレザ5ドアコンセプトを発表した。ロサンゼルスで開催予定の2015年 LA オートショーインプレザセダンコンセプトを発表した。2016年3月23日から開催されたニューヨークモーターショー2016で量産モデルの新型インプレッサを発表した。日本モデルから MT マニュアル設定がなくなりオートマのみとなる。駆動方式は 2WD とフルタイム AWD、4WD を用意。中期経営計画際立とう2020で予告された次世代プラットフォームスバルグローバルプラットフォーム SGP を採用する。この新世代プラットフォーム SGP を一番最初に採用されるのが新型インプレッサであり、衝突安全性のさらなる向上、軽量化、運動性能の向上、高効率パッケージングによる室内空間の拡大など一クラス上の動的質感を実現すべく開発が続けられている。衝突エネルギー吸収量を現行車比 1.4 倍にするなど衝突安全性能を飛躍的に高めることで乗員乗客はもとより歩行者など周囲の人々も含めた安全性能を一層強化しました。スバル新デザインフィロソフィー、ダイナミック×ソリッドを全面採用するとともに内外装の質感を大幅向上させた。